ちょっとなんか右目にラメが入って痛いよ。白目向かないように気をつけるよ。見て、ほくろが2個できたみたいな。引っかいたら、引っかいたら、すごいバラだ。ありがとう。ちょっと待ってね。ありがとう。結婚して。ありがとう。バラいっぱいだ。今日夜ご飯食べた。え、何このさ、え、ありがとうとか、新しいの出たんだ。なんかさ、これなんかついてない？なんかついてない？口紅？皮むけた？唇の。多分そうだ。今日も目の下にラメがついてます。ほくろが2個、ほくろが2個みたい。これね、違うんだ、引っかいたんですよ。やっぱおでこ出ししか勝たんよね。ちょっとわかる、これここね、ひねって、これね、今日一日ここピンで止めてたんさ。こうやって。で、ピン取ったの。ちょっと。わかる？うねうねしてるよね。へへ。でもなんかいい感じに見えん？なんかわかる？悪くない？遠くから見たら、そんなこと。ねじねじ、そうねじねじ。こんばんは。木の旗ありがとう。バラもありがとう。巻き巻き、そう巻き巻きしてるの今日。いいでしょ、かわいいでしょ。目の下のラメめっちゃ良くない？ねえ、何する？何話す？私もね、実はね、原ちゃんみたいに勉強したいんだけどね、多分分からなさすぎて手が止まっちゃうからやらないけど、課題をしなければなりません。巻き髪だといつもとイメージそうだね。確かにちょっと大人っぽくなるって言われる。ちっちゃんかい、ありがとう。バラいっぱいだ。ありがとう。テストは近くない。近くないけど、常に課題に追われてる。ちっちゃんかい、ありがとう。するよ。そうだよ。なんか私ね、昔までしなかったけど、さすがにね、しなきゃいけなくなっちゃって、しますね、ちゃんと。はい。キラキラありがとう。大変なの、そう。まあ。両手まで車ナンバー17、車2台みたいな。まあ、17の車いっぱいあるからね。うちは多分今日、そんなちょろちょろ乗ってないと思うんだな。わかんないけど。ねえ、待って、目の下ゴミついてるよって言われてる。これのことだよ、多分。これのことだよね。これ、ラメ。キラキラだよ。キラキラしてて可愛い、ありがとう。たまには勉強している姿も見たいだって。ね、そう、私手の血管やばいんだよね、わかる？え、やだ、お手紙届いた、バラだ。そう、ね、2012年生まれってすごい、すごいね。私ラーメン、ラーメン怒るよ。キラキラ舐めてみて、ありがとう。今日なんかいっぱいバラがいっぱい、袋が2個。痛い痛い、本当にこの、ここの本当にここ痛いの、痛いの、これ痛いの、
これ結構痛いの、これ地味に痛いやつなの。ひーちゃんかわいい、自分の車のナンバーも希望ナンバーで一応2桁。おいつも怒ってるよ確かにそうだよ、使用者の僕でも点滴の針させるね。どういうこと、 させるってこと、怖いな、痛い痛い痛い、触らないの確かに、いや痛 いみんなニキビできてさ、そのさかすばったさ触ったことあるそう聞いて、見てこれなんだと思う、これ見せちゃいけないよ多分わかんないけどさ、多分寝てる時に書いたのかな、わかんないんだけど、そう今ね映って、何これと思って何これと思って聞いちゃった、なんだろうねこれ本当に。点滴に、点滴に、点滴に、どういうこっちゃ、多分犬だと思う、猫じゃなくて、なんか帰ってきたらめっちゃうちの犬ね喜ぶの、もうガガ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 ガって喜ぶのガガガガガガガって、あティナティナって言って、あーって言ったらガガガガガガってやるから、多分これこのこのこれだと思うそれか私が寝てる時にかゆかゆってやったかどっちかだねかゆってどうなんだろうね、点滴に点滴、ちょっと今めっちゃ考えてたうちのワンコって、そうだよね犬、そうだよね、うん、わかんない、これなんだろう、なんか昨日も血出てて、もう痛いの、なんかこう伸ばしたらピリッピーキーみたいなわかる痛い、こっち痛くない、なんか本当に気づいたあるあるじゃない、気づいたらだから触るなってえ、なんかさあるよね、妖怪だっけなんだっけ、なんかほら傷が3つのやついて、そのうちの1匹がいたずらもんで、そのうちの2匹目が、なんか優しいので、その3番目も、なんかちょっといたずらみたいな。いなかった？だから、切って、薬塗って、あと1匹なんだっけ、なんか、寝てる間にさ、ちょっとわかる？言いたいこと。ちょっと、なんてやつあれ？あれ、なんてやつなの？え、わかる人いる？そういう妖怪みたいな。え、なにこれ？だるまかな？ありがとう。何か塗りなはる。それ！かまいたち！正解！それ。よかった。ちょっと待って。みんなわかる？気になるね。そう。それ、かまいたちです。正解。いるよね。寝てる間だっけ？わかんないけど。なんか今日髪型妖怪今何回も瞬きした、パチ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 妖怪そうい、今日何になる、今日は何になるの、流れ星ありがとう、今日めっちゃまつげ綺麗だと思わない、思う、あ、今日はちゃんとメール送るから安心して、昨日待ってたでしょみんな、ごめんね、ちょっと待って、この羽玉髪が気になる
何？何しか長くて笑ってんの？いつも綺麗だよ、ありがとう。てっちゃんかわいい。ね、みんな得意な教科何？かわいくて、かわいくて、かわいい、かわいいって何じゃ。得意科目、給食社会科、おお、地理とかそんなやつ。地理きたー。あとは、あとは、あとは得意な教科は今日かな、なんじゃそりゃ。地理ねえ、地理いっぱいいる、地理いっぱいいる。社会、社会と地理って一緒でしょ。もう地理、地理のわけでいい。歴史、経済、おお、日本史系ね。みんな私の、みんな私のお助け間になる？多分ダメだけど。ダメだからやんないけど。すげえ。みんな暗記得意なの？リアルに英語、英語。おお。てかさ、数学、得意なの強くない？私はなんだろうな、文系だからさ、変なやつけど、すげえすごい。みんなさ、じゃあさ、今みんな読んだらさ、私の課題全部終わるね日本語ね。みんな文読むの得意？僕が得意なのね。すごい。あ、そうだ、今思い出した、私今日ね、右足だけ靴下履いてんだよねそっか、みんなすげえな。特にそういう系ね、歴史とか、あ、そういうなんか社会系ね頭いいから任せてほしい。勉強以外何が得意なの？なぜ片方だけ数学高校校内テスト100点はぁ、すごいんだけど。え、どういうこと？え、マジで、もしかして、皆さんそんなに、そんなにできるんですか？みんなその得意科目何点なの？片足、そう、片足だけ。あの、なんか床に落ちてて、はーこーと思って履いた一日履いてないよ、今履いてきたの。ちなみに目玉焼き系はー、じっちゃんかい、ありがとう。すごいね、みんな。そっか、じゃあみんなに教えてもらおう。じゅっちゃんかい、こう、ありがとう。倫理ね、そうそう、倫理って何なの？私倫理やらなきゃいけないんだけどあと、なんだっけな、なんてやつ、あれ、政経みたいなやつ、政治経済だ。もう片方どこ行った？そう、わからんくて、そう、靴下片方なくした。政治経済わかる人？私わかんない。もう教科書読んでもほげほげってして、もう今日もうこの前もずっと、あー、わかんないわかんないわかんないって言ってた友達に教えてもらったけどね。あ、そう、ちょっとここで、今日急にエビ食べてたのね。エビ食べてて背わたが取られてなくて、思い出したの。私、背わた取るの得意背わた取り、うまい。ってことで、私のね、悩んでた特技が分かった。
ちょっとした特技じゃない、こんな背わた取り特技に入んないか。うわうわ、湿布の香り。これ友達にもらったの。そう、爪楊枝で、うん、チュルチュルしてある、かわいい。これわからないことがわからない。勉強に生かせたの。確かに、みんなどうやって勉強してんの、どうやって知ってたの、どうやったの、みんな。てかさ、よくない、ここで分けんの、センター分けじゃなくてここ、よくない、ここで分けんの。前髪伸ばしたいよね。いやでもあれなんでしょ、みんな前髪ありが好きなんでしょ。背わた取るコツ、シュ、上に上げるなんだろうね、プチってちぎれたらね、ちょっとうわーってなるよね。じゅっちゃんのじゅで、チュの口になるよね。アンパン、確かにね、あればいいのにね、本当に。こんにちは、デコ出しかわいい、本当に。でも前髪ありと前髪なしどっちが好きって聞いたらな、アリーって言うんでしょ。ちゃんかわいい、ありがとう。勉強なんて基本しないの。でも音楽得意なんでしょ。前髪あり派、ほらほらほらここにもニキビできたの。なんだよ、ここもここもここもここだった、ここも、こう三角形じゃん、四角形、なんていうの、大、ここなんていうの、ひし形なの。前髪は作ってください。これやだ、みんなやだ、大人っぽくない、アイドルらしくない、どうなんだい。これなんだろう、これどこなんだろう。このチュルチュルの唇をみんなに見せての。チュッ、この口でしたくなくない、チュッチュの口、ちょっとあとみんなに練習しようよ、リアコ。あ、そうだよ、今顔に星座あるんだよ私何、チューの練習嫌なの。じゃあ嫌だ、私も嫌だ。チューの練習しようよ、個人的にはいた、好き。まあでもね、だって NGT さ、いないじゃん、一人だけ。壁下これとかあるじゃん、これ全部ストレートだけどね、巻きじゃないけどね。ちょっと今チューのブームだから、なあ、なあ、今何語喋ったか分かんないけどさ、ちょっとプルプルしてて可愛いでしょ思ったよりも良くない。あ、21分経って、ありがとう、教えてくれて。
じゃあ今何時？そっか、約9時ぐらい始めたんか。そうかそうか、じゃあ30分だったら終わろっか。あと5分。ありがとう、教えてくれて。みんな朝と夜どっちが見やすいの？平日だったら。それ結構疑問なんだよね。いい部分、本当早すぎる。夜、日によるけど夜、やっぱそうだよね。夜の方がね、朝バタバタしてるでしょ。夜一択。夜、夜、朝綺麗な、確かに。朝で、ね、車、そうなんだよね、みんなね。そうそうそう、それも考えて夜できたらいいよね。確かに、いつでも見る、ありがとう。ああ、配信見るんだ、朝バタバタしてても。まあでもそっか、ラジオ代わりにできるか。たまにはカラオケ見たい。悩んどこう、悩んどこう。さあ5時はね、普通に起きれます。私5時にはしない、私も起きれないもん。夜配信は楽しか、 DD か試せる。あ、確かに。あ、見てる朝。でもおとなしかな、声かわいいの。ありがとう、嬉しい。歌詞頑張らなきゃ。え、待って待って、え、私がさ坊主にしたらこうなるってことでしょ。あ、そう、毛ここにあるからダメか、みんなイメージつかんか。こういうことでしょ。髪の毛、そうだよ、私も朝弱いよ。朝はね本当に起きれないね。まあ朝する時はあるけどね、これからも。こうやって寝てて目覚ましかパパからの電話で配信ちょっと起きるから。冷蔵庫から野菜生活持ってきて始めるの。ちっちゃんが朝弱いの知ってる。でしょ。星が多いよ今日。今日星が多いよ。チナ坊主。何のこと？坊主に星か。今日は目の下にラメがつく日でした。え、でも最近さ野菜生活買ってみた？何色？普通の緑のやつかな。今日ってか最近ね、アイドルメイクをしようと思って。そう、ギャル感はちょっとなくし始めてるんですけど、どう？やっぱまだ残ってるかな。実家の時は妹ちゃんを越しに行ってた？行ってたよ。アイドルメイクとはあんまりがっつりグワーって涙袋描かなかったり、アイラインをとかかな。ここにルーズシャドウ、わかんないけど目の上ピンクにしすぎないとかかな。ギャロギャロ、急に夜寝るの早い。そう、でもいいじゃん、推しの声聞きながらさ寝落ちするの。何分ですか今。あら、誕生日見てもしますかね。似合ってれば OK。 ありがとう。ステージメイクのじゃあ見てから声メイクの基準が変わった。あ、マジ？本当？私の濃かった？どうなんだろう、ちょっと気になる。何これ、何これ、何か出てきたよ。これか、これ消そう。似合ってれば
よし、今日13位からいきます。13位から大会メイクだっけ。あ、確かそうそう、大会メイクね。あ、あれね、ちまちまない飛行上にもしたの。あ、そうそう、上はね、顔側から引くんだよ。ここからこうやって引くとか、ここの辺に涙袋みたいに入れたりとかね。いきます。13位、ボンさん、ありがとうございます。12位、ハクタカさん、ありがとうございます。11位、ボン・タカクハさん、ありがとうございます。10位、アリニシタさん、ありがとうございます。9位、バッカさん、ありがとうございます。8位、カツサンドさん、ありがとうございます。7位、ときめきこばさん、ありがとうございます。6位、パンダのテオさん、ありがとうございます。4位、あ、違う、6位、5位、5位、カズヤさん、ありがとうございます。4位、ライトさん、ありがとうございます。3位、サカシュウさん、ありがとうございます。2位、カズヤさん、ありがとうございます。1位、ミッチーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、みんな、ありがとう。明日朝しようかなみたいな。何叩いてんの？ここ。手叩けなかったから。私ありがとう。みんな見に来てくれてありがとう。急遽やってんのにね。最近急遽だよね。本当にマジでそう思う。まあ明日はね、予告しようかなみたいな感じなんですけどね。はい。じゃあ。バイバーイ。明日朝、9時ぐらいじゃないかな。じゃあね、バイバイ、おやすみ。